クセンチャンネル。よー、マイクチェック、イクセン、イクセン。今日は日本への留学について話します。私は7年前に交換留学生として広島県に留学したことがあります。半年の留学生活はいろいろな体験ができました。でも留学したら日本語の能力が急にうまくになれますか？そんなことがないですね。実はその半年は日本語を話すことは自信があまりないから、ほとんど話しませんでした。もちろん日本語の会話能力が全然うまくできません。今は日本語の会話ができる原因は、台湾に帰国したら日本人が経営している日本料理屋でバイトした。バイトしながら、料理長と日本からのお客様と会話して、日本語がだんだん言い出せました。やっぱり留学は人によっていろいろな結果が出しますね。でもその半年は一人暮らしとか経験しました。いい思い出だと思います。台湾出身のラッパー、育成は俺のない、やっぱりお前が大好きから、ぜひチャンネルを登録してくださいよ。